タカちゃん、あ、久しぶり。いや、お久しぶりですね本当に。まあ遠足ではね、お会いしましたけれども、やりましたけどね、久々にこのムーラインというのスタジオでね、やっぱりいいですね、この、まあ、顔合わせてやるっていうのはね、そうやっぱりちょっともそもそとPC に向かって喋ってるのもちょっと虚しいもんがありますから ね、この距離感で、ええ、今日それでまたね、多分ご覧になってる方がやっけに賑やかなと思ってるよ、はい、もう今までほら貯めてありましたねネタをどんどんムーランチェのお宝を言いますかね、はい、やっぱりほらちょっと お片付けするのに、ええ、押し入れの中とか顔突っ込んでさ、はい、いろいろなんだこれとか言って見てたわけ、はいはい、そうしたらなんかこうおなんか足とか見えて、でもムーランさんとこってすごいですね、これだけ撮ってあるってすごくないですか、でもとねえ、だからいかに私がほら優しい人かっていうかさ、はいはいはい、捨てられないわけ、結構かわいそうでさ、だってでもそう言ってたら、でも物ってでももうものすごい勢いでたまんないですか、でもだからまあ捨てちゃうものはパッと捨てちゃうんだけどさ、ああそうなんですか、そう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 、はい、思い出の品ね、そうそう思い出の品、はい、で多分ね今ね頭しか取ってないから、はい、じゃあまあちょっと年代別に行きますかね、はい、じゃあ僕は持った方がいいですか、うん、はい、ちょっと怖いけど、これからうん、これこの子、これかなりやばい顔してますけどこれはねちょっと私が幼稚園から小学校ぐらいに一番私と一緒にいたルミちゃん、ルミちゃんキャーとかってなんかこ こうやつに来るって映画ありましたけど大丈夫ですか、なんかチャイルドなんとかっていうキャーとかねチャッキーとか言ってるやつじゃなくて、せっかくいいモードだったのにもうなんて恐ろしい感じになっちゃった、はい、ルミちゃん、はい、でこれねなんか、はい、確かねあの頃ね目がこうなってもピッて開いたと思うんだけど、ちょっと開かなくなっちゃったよ、閉じたりってありましたよね、それってでもこれムーランさんいくつぐらいの頃の、だから幼稚園だから5歳とか、はいはいはい、の頃に買ってもらったお母さんに、うん、でその頃はね、実はこれがもっと見えるかなみたいな、じゃーん、ここにお人形さんがいるの見えるかな俺ね、はい、ちっちゃい写真なんですよ、ムーランさんのお母さんめっちゃ美人なんですよね、 ありがとうございます、そう、ほんとほんと、なんか昔の女優さんみたいですよね、なのよね、うんうん、それでなんで私みたいになっちゃうんだけどさそんなことないですよ、アイドル生まれてんだから大丈夫ですよ、はい、でこので、はい、この子ね今見ていただいたと思うけど、はい、実は髪の毛こんな長いの、はい、ああそうなんですか、買ったの、それでそれを、はいはいはい、うん、毎日こうって三つ編みして一緒にいたわけ、はい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 、それで気がついたらこうなって、それ切っちゃったんですか、切っちゃったんだね私ね、あなるほど、だからさやりそうですよね本当によくこれぐらいの原型残してましたよね、でもそうなのよ、足とか手とかねもがれそうだけど、うん、まあちゃんと残ってて、でもこう、うん、でも柔らかいでしょ、はい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 、こうなって、うん、それでここからずっと、それでもほらでもこれあれなんですよ、着せ替えなんですよね、着せ替えなんだけどね、ここの中にはもうねぐちゃぐちゃ一緒になっちゃってるから、この子はね、これぐらいしかないんだよね、でかいサイズはないですね、そうそう、はいはいはい、でまあ今度ここそういうこと、はい、でその次に、はい、やっぱりほらお人私も大人になるし、お人形さんも大人になるわけよ、はい、そしてそこに登場したのが、はい、この子ね、これバービー人形ですよね、はい、バービーさんです、やっぱりでもこれは何歳ぐらいの頃なの、あこれはもうねだから中学、ちゃんと調べてなかった、見る方ちゃんと調べてください、これでも本当初期、でも中学生の頃に人形なんて買うんですか、だってね見る見るって、ちゃんちゃららんちゃ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 んたださこの手がね、手も足もね、はい、全く曲がらないの、硬いまま、あ、はいはい、プラスチックでね、うん、塩ビじゃなくて、はあ硬い硬い、ね、はい、そうそうこうなってる、もうね横から見てこのナイスバディ、はい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 、もう私も大人になったらこうなるかなって憧れてこうなったんだ、憧れで買う感じ、そう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 、これでもどんなことしてる、やっぱり着て替えで遊ぶの、うん、お洋服いっぱいあって、それ中学生で、そうだと思うよ、やっぱりでもなんか昔の中学生ってちょっと幼いんですかねなんか今の中学生見たら絶対そんなことしておりないんだけど、それは言えてる、ね、言えてる、うん、
なんか私だけじゃなかったと思うよ。割とみんなそういう感じの遊びをしてました。そうそう、バーディーさんすごいねつってもこうだねみたいな言った記憶がある。人形見てそうそうだってこれすごいってもう本当に。ああ確かにね、ルグートすごいんです。それでまあちょっと私がここへねこんな汚い顔にしちゃったの。アイシャドウ、アイシャドウ着てて大体ろくなことしてないですね本当によく残ってたな。あすいません、はい、ちゃんと服もあるじゃないですか。そうなの、この子のはね結構今のもこれもそうでしょ、はい、あの残ってるよ。もう一つねこのドレスも残ってるから、こういうドレス。あーすごい歴史もんですね。ねー、うん、ということはこれ何十年ぐらい前のもんなんですか。あっ、まあ30年ぐらいじゃない。あ違うか、30年は30年だったら俺もう大人になってますよ本当俺もう20歳過ぎてますよ。じゃあ半世紀ぐらい前だね。いやだからほらお宝としての価値を知りたいからちょっと教えてくださいよ。そんな自分の年齢ともかく5、60年は前だね。ああじゃあやっぱりね、うん、かなりの歴史もんですよ。そうそう、ちょっとこのアイシャドウ塗ってるのがちょっとねかなり資産価値下げてるような気がしますけどね。なんとかなんないかと思うけど無理だねそれね。はい、わかりました。で、まあ、この子もこれバービーちゃん、バービーさん、はいはい、ちゃんじゃないの、さん。あ、バービーさん。女性ね、はい、大人、はい。それで今度あのほら、ええ、子供生まれて娘。はい、あ、娘さんのなんだ。そうそう、なった時にこれが、はい、リカちゃん。これ二つともリカちゃん？うん。それでね。めっちゃ髪切ってあるんですよ。これは誰が？え？で、私は切った記憶がないから。あ、はいはい、ね、私はやるよこれ。だけどさ、はい、聞いたの娘に。うん、とさ、あんたこれ切ったよっていうから、あの血筋っていうかさ、同じことやってるんですね。同じことやってたんですね、うん、なんで切るの。これはだいぶ新しい、そう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 、ですね、うん、まだ娘さんが子供の頃、もうまあ30年は昔じゃない。え、ああそうなんですか。そう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 、これも食器的なリカちゃんの割と、リカちゃん、あ、リカちゃん そんな割とバービーちゃん、うん、バービーさんよりはずっと後よ、新しいんだ、うん、へえ。もうね、うん、そのリカちゃんも洋服がほらもうなんか正解たくさんありますよね。はい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 、いっぱいあるよリカちゃん、よくでも撮ってきましたね娘さんの。素晴らしいでしょ人形。それでこの超安そうなネックレスね超安、それは高いのはないと思いますよ人形つけるネックレス、そんなさどっかのお姫様じゃねえんだからさ。あ、そうか。そうだね、ええ、はい、っていうようなやつとか、はいはいはい、やっぱり今とでも変わらないですよね顔とか。変わらないよね。なんか娘に買ってあげたのとあんまり変わらない気がする。あ、そうか、うん、あ、そうだと思うよ。顔なんていうのは ね大して変わらない。多分ねこれはね、うん、はい、私が作ったんです。あ、そんな器用なことできるんですか。でしょ、うん、人のは作れないんだけどこのお人形さんのね、これ確か作った記憶がある。ただよく見るとちょっとただ切っただけっぽい雰囲気はありますよねあのこういうね、はい、あの何フェルト布のフェルトのこういうのがあったからそれを畳んで巻いたつけただけ、うん、確かにちょっと、うん、まあ、言ってしまえばそうなんですけど、ね、なんとなくね、あの縄文時代の関東医みたいな、なんかね割とスポッと引れちゃうみたいな、そこまで行くっていう、はい、まあ、でもさ、すごいでしょ、はい、3世代分ですよね。そうです。あ、もう一つあった帽子があったの忘れたわ。あ、バービーさんの帽子ね。帽子もかぶるんだよ、はい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 、というわけで、まあ、あのね、あの私の歴史もあるし、いいじゃない。やっぱりでもこの中ではどうですかね、これが一番価値があるんですかね、古さがいけば。私にしてみれば多分一緒に本当にきっとこの辺にもなんかね、はい食べてとか言って入れてたよ。あ、なるほどね、うんうん、でもなかなかこう作りがねしっかりしてますよね。そうそうそう、うん、そういうわけです、はい、えー、じゃあまあそういうことで、はい、いいですか。いやなんかね、またまた他のお宝もちょっとね見せていただきたいですね。はい、え、でも村さんって結構物捨てられないタッチですか。あのね、私の価値観から言ってね、可愛いなと思ったら捨てない。あ、なるほどね、うん、あんまり好きじゃないなと思ったら捨てるっていう。そう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 、なるほどね、はいはいはい、それそれ、わかりました、はい。